シアミュージック特別講師のおしらです。本日はですね、スペシャルゲストとして、数々の有名 YouTuber をプロデュースされている、入江ひろゆきさん。イェーイ、そして、アーティスト、実業家の佐知武越さんにお越しいただきました。イェーイ、はじめまして。よろしくお願いします。友達から来た友達が。友達が今日もなりました、友達に。友達だよね。そう、友達。熱実はですね、10月に開催されたトゥースピットのイベントにも、はい、チアミュージック呼んでいただいて、はい、参加をね、下組ですね。はい、お会いしたいでございます。はい、いや、なんかちょっと、一個ずついきましょうか。はい、ちょっと一応ですね、お二人のことちょっと自己紹介というか、うん、教えていただいてもよろしいでしょうか。了解です。さんからお願いします。僕は、普通にサムライパートナーズって会社の経営をしてて、はい、普通に裏方を頑張って一生懸命やってたんですけど、音楽好きで、はい、もうそれをやりたいと思って、本当に、去年から DJ 始めたんですよ。はい。で、初めて、で、サチさんから、歌ったらいいんじゃないって言われて、今歌も始めて、今シェアミュージックも通いながら、ちょっとずつ歌が上手になってる、そんな入江でございます。上手ありがとうございます。ちょっと、後ほど深掘りさせて。あ、了解です。さちさんも教えていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。2014年から、こういう、人が、なんかどうやったら幸せに、自分のね、幸せを見つけれるのかとか、何がこの人生を大事に生きるべきなのかみたいな、そういうメッセージを伝えるようになりまして、うん、10年。はい、で、普通に講演会だったり文章で今まで伝えてきたものをやっぱり音楽だったりそういうエンターテインメントを通してやると人の心にやっぱり入りやすいっていうのがアプローチとしてすごく効果的なので音楽っていうのを取り入れ始めてでそれでやってきたライブがずっと積み重なって運命の交差点で入江さんに出会い一緒に歌を歌ってそういうね確かに運命の交差点ではなくて、うん、運命のスターバックスだったけどね。確かに。あったのは、意外とスターバックスとかいらっしゃるんですね。スターバだった、スターバだった。スターバで会いました。スターバだった。うん、スターバで普通に会いました。会って、うん、まあ、DJ を始めた、でも、割とだから最近ってことですよね、DJ 始めた。そうだから、俺からすると、音楽始めたことによって、絶対に出会わなかった人たちにめっちゃ会ってるんですよ。はい。だから、ほんとよかったなと思って。音楽の力でほんと人生変わりました。いや、そうだけどさ、そうだけどさ、はい、だって、経営者で DJ 始めて、はい、そこに歌えばいいじゃんって。そう。もともとこのエンタメの場所を作ってたんで、うん、はい、で、最初に会った時に映像を見せてもらったエンタメの雰囲気がめちゃくちゃ好みだったんですよ。はいはいはい、で、多分、合うなと思ったの。作りたいものが多分似かしいものだなっていうのがもう直感的に分かって。で、そのタイミングで5月の末だったんですけど、ハロウィンのイベント一回一緒にやってみようかっていう話が持ち上がって、それを銀座のズークさんでやるって話になったから、行ったこともないし、分かんないから、とりあえず借りて自分のイベント下見があったらやってみようかなと思って。はいはいはい。それでやったイベントに、DJ やってるんだったらじゃあ、回してよって呼んだのがきっかけで、今のネモーナイト、はい、ネモーナイトっていうイベントが始まって、ネモーってあれなんですか、ネーで、モースなんで、神。はい、ああ、そうなんだ。そう、ネモー。そう、聞こうと思ったんですよね。ネモーナイトって何から入ってるんだろうと思って。そう。だからみんな一人ずつね、音楽奏して神を感じよう、自分の中のっていう。そういうこと夜にするっていうコンセプトで始めたのがたまたまふざけて始めたんだからネモ、はい、ナイトっていうふざけて始めたんだ。その下見でやったんだよハロウィンの、うん、でもすごい好評で大阪でもやってずるいとかっていうコメントがバーって来たから大阪行こっかってなってなんか謎にその後札幌行って全国ツアーしたんですよ。二人で入江さんも、はい、一緒に違うその時はお互いとかなんかチームでもなんでもないし、はい、俺 DJ の曲しかないししかもいきなりやってる時に、うん、やってる時にこの曲かけてって言われるんですけど、うん、そんないや入ってるわけないじゃないですか。それでパソコンだ途中から俺パソコン横に置いててダウンロードしながらかけてましたから。で同期させて次の USB 挿してかけてましたから、ね、マジ難易度高いことを、しかもセットリスト私作らないんでそういうちっちゃい系のライブでは、はい、もう何が行われるか全くいつも分かんないままで今ねそこかけてみたいな。恐ろしいですね。そんな、まあ、恐ろしく盛り上がるイベントに、うん、
人は参加したんでしたっけ。そうなんですよ、はい、入江さんのビューティフルライフという曲を、はい、私たちシアの、まあ、精鋭ということで一応呼んでいただき、はい、ありがとうございます。あの上手じゃないから全部かぶせてもらってぶっちゃけ方がすごい全部かぶせてもらって上手い人にそう、そう、あのそもそもあれだったんですよ。あの2人で歌おうと思ったんですけど、はい、こうあの自分もほらレッスンとか向けたことないし、はい、あのビューティフルライブってレッスンも何も受けずに作った曲なんです。あもう素の状態なんですね。 その状態で行ってて行った時にあのこれはちょっと自分たちで歌っていくと自信がなさすぎると、うん、ってことはあシアさんに頼んで撮影するからこれはコーラスでうまく調整をしてもらおうと、うんってやったら、そう、あの今あのノンタイトルでよくコメントに書かれるんですけど、はい、入江どこ行ったってあのコメントでよくあんのが入江どこに行った眠れないだけはあったけど、いたけど眠れないから始まりはいいけど始まりからどこに行ったって言われて消える、消える、いきなり消えて、あれみたいな。そう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 、でもそんなちょっと消極的な理由から呼んでもらってイベントどうだったんですか。いやめちゃめちゃ気持ちよかったです。圧巻でしたね。もうたくさんの人がめちゃめちゃカラフルなあのライト持ってて、で後ろのもう一人残らず全員乗っかってたんですよ、音楽に。でもう一体感がすごかったんでね、なんかすごい私たちもめちゃめちゃうわーってこう高揚して、なんかよくわかんないうちに終わったって感じ。本当に感化されたって感じ。おしらさん次のイベントでは、いや今頭のてっぺんまで鳥肌立たせる自信ある。で多分ねおしらさんね、まだね多分ねここもうほらあの揉めっとこだから、うん、確かにでも今まだ、うん、まだ入ってない。確かに、うん、まだ入ってない、うんうん、そう確かに。でもね映像見ただけでもわかるんですけど、なんかさ言うじゃん、それはイベントで参加させていただいたら盛り上がってましたって言うじゃないですか、うん、そういう次元じゃないのよ。そう本当にすごかったです。そう熱量でこっちも感化されて、こっちももっともっと盛り上がってステージ上の熱もすごくてみたいな、そう本当にいい循環ができてたような。このキャッチボールになりますよね、うん、そうなんですよ、うん、本当にそれ感じましたね心から、もう体から頭から耳から全部感じました。失神する人とかいないんですか。なんかちょっと半失神みたいな人います。いや、じゃあ一回失神させますなんならなんならなんならあの最初の30分は失神させます30分でなんなら30分失神させた後に始まってますいやなんかそうなんだ、あの海外のあの教会とかで失神する人が出そうなぐらい盛り上がっててイベントが、私も映像で見ただけなんですよ。分かる。でそんなイベントにえこれシアとお二人はなんかどっからどう繋がったんですか。もともと僕が本当にビューティフルライフの曲作った時に、うん、はい、にあの不安だったわけですよ。だって別にレコーディングの人なんていくらでもいるから頼ろうと思ったんですけど、このなんか微妙な調整とかいろいろやるときに、はい、でシアさんはちょっと社長と仲良くしてたんで、はい、で電話かけてちょっとお願いしていいですかっつって、しかも多分4日前とかに電話したんですよレコーディングの。でそれで4日前に電話して、ちょっとあのコーラスの人たちもちょ合わせて用意しとってもらっていいですかみたいな感じで多分だから多分連絡来た時多分よく分かってないですよ。光んとこの社長がレコーディング来るらしいみたいな、はい、でなんか曲作ったらしいから、しかも歌詞も決まってないらしいみたいな、えの状態でオファーが来たのはお二人。はい、あ2日前ぐらいだな、ね、2日前ぐらいです。2日前だそうですよ。あさっての夜空いてるみたいな感じで社長からご連絡が来まして、だって涼河さんなんてご飯の約束があるから何時に帰んないといけないって言ってましたからねそうか、涼河さんもそうか、そうというのがあって、でそれ撮ったのが始まりです。ただ僕からするとめちゃくちゃ撮りやすかったのと、なんか俺たちのことをすごい理解してくれてる、うん、撮る方も、うん、なのでなんかいい感じで撮れるから、だから毎回もうなんか何にもなく何月何日収録しますって送ってるそっから始まったわけですね、シアとの。あ、そうです。でそれでなんかこうコーラスとかいろんなものやるので、で、あのシューティングスターは一緒にコーラスで合唱で歌いましょうってことで作ったんですよね、はい、今出たシューティングスター、ふふふ、私半分作りました。確かに だからか声が入ったのか、入江さんの、はい、まあ、楽曲にこう、まあ、ちょっと共作で参加させていただきまして、はいはい、みんな歌ってます、歌ってます。次の入江さんの
そうです、ね、出される曲にうちらも参加させていただいて、はい、ソロパートまでなんとやらせていただいておりまして、ありがたいですね、本当にめっちゃ素敵な曲ですよね。そうなんです、びっくりしましたもん、初めてデモ聞いた時も。でしょ、あの曲作って最初デモ作った時に何回も修正したんです実は。でそのぶっちゃけ音楽言い方ですけど超素人じゃないですか、うん、であれって変態紳士クラブの曲作ってる人が作ってるんです、あれ。あ、そうなんですか。そう、でその曲作った時に俺がそのめっちゃ素人じゃないですか、いやこれ違うとかって言ってるんですよそう、でめっちゃウケるの、あっちプロじゃん、違うって言われたからおもろくない、どこがとかお前が言うなみたいなねそういや、なんかこれはコールドプレイになりきれてないっていう指示が飛んでくるんですよ。コールドプレイになりきれてないってどういうことかなっつってで言ってて何回も修正してたんですよ。でそれで最後来たのがあれだ、あのデモだったんですよ。何回も修正してもあれが完璧だったんです。なんか星が見えないって言ってたんですよ。あー、わかります、わかる、わかります。その曲もメロがメロでその目つぶった時に星が見えないからって言ってずっと修正してたんですよ。そう、俺が星見えるまで修正するかみたいな雰囲気だったんですよ。で途中めっちゃ雰囲気悪くなりました。やりすぎて言いすぎてね、言いすぎて、なかなかそんな言われると思ってなかったですよ向こうも。そう、多分俺たちじゃなくてめちゃくちゃ売れてるアーティストの曲を作ってる最中に俺から星が見えないって言われてたんでも見えたんですね。見えました、見えましたね、だってね、あれは見える、よかった、うん、なんですよ。で言うまで修正したからめっちゃいいメロになったん でそこに曲乗せてくださいって言って、あの作ってって言って投げたんで、そしたらすげえいいのが、そうなんです。さっきねちょっとミックス途中のものですけど聴かせていただいても、それもね本当に素敵な曲なので、皆さんリリースお楽しみに。本当にすごいですよね、もう。さあそしてですね、まあ、そういったご縁もあり、うん、なんとお二人の主催する12月24-25開催のネモライトクリスマスサーカス2024にシアミュージックがゲストで来てくれました。ありがとうございます。場所はなんと代々木第二体育館。はい、え、キャッパ？キャッパなんか3000、3000だから7000、7000ぐらい。2日間で7000。はい。イエーイ。震えます、ね。しかも今回はど真ん中ステージなんですよ。で360度全部お客さんいます。あ、そういう感じ、あの武道館スタイルというか、センターステージ、センターステージのみのみ、ね、だから花道もちょっとだけなんですよ。だからセンターでもう、ま、周りで囲めるようにもうちょっと、あとは全部360度、プロレススタイルです。プロレススタイルそれは盛り上がりそう。でもさ、あのステージ経験とかあると思うんですけど、なかなかそういうステージで組み立てしないですよね。ねえ、本当にないです。はい、だからどうなるんだろうって感じです。でも言っていいですか、はい、多分一番ステージ経験ないの俺っす間違いなく俺っす、ね、豊洲が初めてっす俺あれ初めてだったんですか。そうっすよ、だって初めて、だあんな立ったことはあるわけないじゃないですか。え、でもめちゃめちゃ堂々としてたんで、全然気づかなかった、はい、です。本当ですか。え、公式初ステージみたいなのが豊洲ピートだったことですか。あ、そうっす。作る側だもんね。作る側、主催する側だから。なるほど。だから俺インカムつけて、あの照明ちょっとダメとかってで言ってる側っすよ。そう、照明もうちょっとちゃんと当ててとかって言ってと思ったら当たっちゃった照明が。照明当たってやっちゃってましたね。DJ して、え、歌も歌われたってことですか。歌いました、歌いました。でもなんかステージであの経験ってやっぱ村が全然違うんで、うん、そうだから僕はもう常に感謝してるんですよ。こっちも感謝してます。歌えって言われて歌を始めて、でも歌えって言われても、いや、そうですよね。そうなの、それがすごいですよね。やってみようっていう、だから普通ならないじゃないですか。ならないです。だって私も実はさっきちょっとインスタライブ出させていただいた時に、うん、歌えばいいじゃん、コンサートみたいな、コンサートやんなよって言われたけど、え、あ、うわってなっちゃうのに、うん、そう、だって一経営者がおってなるのはね。でも最初はでもさすがにうってなりましたよ。うってなったんですけど、うってなったんですけど、なんか僕は結構自分の人生をやっぱりその悔いのないように生きたいっていう気持ちが強いんで、はい、ってなった時にこれでやんなかった人生とやる人生でやんなかった方が後悔する可能性があると思ったからこっちを選んだんですよ。結果良かったってよかったですよね。
結果でその後もあのライブやる時にバンドさんとかがいるから、はい、バンドでなんか歌えないのみたいな、ビーズならみたいな、ウルトラソウルとか歌わされてしかも毎回ね、しかも間違えるんよ。じゃあ2日前とかに言うじゃん。毎回2日前とかに言われるから練習する暇ないんです、仕事で。歌詞を覚えるとかねありますから、ね、俺携帯見ながら歌ってますから、ね、俺もっとすごいのって言ったら、一緒に1回野外ライブ行こうって言われて、あの豊洲が終わった後に山中湖でライブやるから一緒に来てよって言われて、あの野外ステージがあるところで、はい、あそこのフェスに出たんですよ。そうで、ウルトラソウル歌えって言われて、僕フェスで歌詞覚えてないんで携帯見ながら野外フェスでこうやって携帯見ながら歌ったの結構いないですよ、海外のアーティストでたまーになんか急にカバーする時とかぐらいですよ。そうだから、もうサチさんのパワーがすごいな、とにかくパワーね、やべやばいっす、やべっす。だってサチさんもね、でも音楽のキャリアとしてはだってまだ1年あの人の前で生で歌い始めたのは1年です、はい、だありえないですよ。それでクリスマスに遊戯大に体育館貸し切って 2days 主催ライブやっちゃうっていう、はい、そうっすね。だって何人のアーティストがたどり着けますか。いやどうだろうって感じですよね。でもね、本当にもう一個すごいことしましょうかもう一個笑うの、はい、はい、あの制作費1本っす。え、ちょっとわかんない、ちょっと制作原価僕計算してるんで、はい、1本っす。え、あの代々木のですか、はい、第2のやつ。え、それはもしかして。そうですよ、もちろん。いや、当たり前じゃないですか。1000万作れるわけないですよ、1本っす、あれ。そう、だから1億のステージに立つんですよ。すごい、すごい。鼻の穴が広がった。え、わかる。え、しかも、え、これゲストの話しか伺っていいんでしたっけ。はい、大丈夫です。もういいんですよね、はい、うん、ちょっと2日間あるんですけど、はい、まず24から伺ってもいいですか。はい、はい、24話のビッグゲスト、はい、ドラムロール、はい、マークパンサーさん。どうしてそう、どうしてどうして。でもこれはなんか熱い思いがあったから、それがマークさんに伝わったのありました。だってずっと歌ってきて、そう、大好きなんですよね。その歌を人の前で、今までレコーディングの要はピッチがもう全部修正してもらえるじゃないですか、はい、それであの歌は何本も出してるんですよ。であのコンサートもやってて口パクで、で生でやり始めたのがちょうど去年、はい、で練習を兼ねて毎回ライブでグローブのフェイシーズプレイシーズを歌う。高いんだよ。そう、高い、キーが高い、高い、キーが高い、ガラガラになりながら、はい、高音出すまで練習してきたんですよ。それみんなが見てた1年間で、1年経ったらマーク・パンサーさんが横に来てくれたんですよ。もうその感動がすごかった。だって2人で歌ってるんですよね。早いな、たどり着くの1年で憧れの人たどり着いちゃうの、すごい。すごいすごいゲストが、とりあえず24、そして2日目、はい、こちらも伺ってもよろしいでしょうか、はい、ドラムロール。大黒摩季さんです。イエーイ。だって大黒摩季さんも同じステージ立てるんで、すごくないですか。えぐくないですか。ありえないですね、普通に考えたら。もうだって、うん、しかもあの皆さんちょっとどのくらいすごいことが分かってるか分かんないんですけど、あのクラスのミュージシャンってディナーショーやるじゃないですか。間違いない。24、25って、うん、年末、まあ書き入れ時というか、まあ、あのファンの方も期待してるし、何のそのミュージシャンをの25を抑えて呼べるっていうのが、うん、しかも実際ディナーショーやって飛んできてくれるのね。そう、ディナーショーやって飛んできて、歌って、歌って次の日もうディナーショーです、うん、だから俺たちのやつだけ合間だけ来てくれるんです。そうそうそう、合間で来る。すごすぎ。でも本当にあのこうマークさんもそうだし、あの大黒摩季さんも僕がこうやって連れてくるわけですよ。で毎回こうやってお話しするんですよ。た時に、ね、やっぱりこう当然ながら大御所なんて2人とも、はい、こうあのね、こうセットリストってこうどういう流れになって僕たちが出てくるのか、うん、で誰が出演者ですかって話をする。
ね、聞かれるじゃん、はい、で並び立ったり確認します。当然確認するやつ当然ね、不安ですさ、じゃあ誰です、どういう感じですか、どういう感じですか、誰が出るか、そういったか言うんで、で言ったらえもう俺らあのアーティスト俺ら俺って、あ俺ですって、俺ってみたいな、うんってみんなあのちょっと冗談じゃなくてちょっとあの普通にねあの話したいんですけど、うん、だね、そう順番とだのだのね、出る方誰だったら僕たちで最後に出てください、俺まず俺まず俺そして横には幸子幸子お前誰だって多分あっち誰ってクリスマスに遊戯台に抑えてるんだから そりゃそういうね並びで出るんだろう、そうチケットってどうやって売られてるんですかって聞かれましたもん最初でも大丈夫です、あの告知も何もしなくて大丈夫ですって、来ていただいたらたくさんのお客さんがいらっしゃいますって言ったら、でも今回マークさんね、そうマークさんもこの、 あの手口だったんですよ、うん、何の会なのか、なんかどういうあれなのか、うん、全然わからないまま来てもらって、はい、すっごい楽しかったって翌日の TikTok の自分のライブですごい喋ってくれてね、そうあんなに盛り上がるの久々だったっつって、だから今回だから出てくれたわけですね、公式で楽しかったみたいに言ってくれたもん、じゃあもうこれはもうだってマークさんすごいのがあのなんか楽しすぎて24、25両方咲いといたよっつってそう一日お願いしますって言ってそうどっちとも出れるようにしてくれてたっていう、実はありがたいですよ、ありがたい、ありがたい、そこでハマったってことですね、ハマってますね、オーナイトに、ありがたい、え、おしらさんもハマってくれると思う、そう私にちょっとまだ未経験で、うん、今度一回おしらさん好きだと思うんだ、そうバナラシがそうリハーサルリハーサルがちょっとあるということなんですけど、いや頑張ってください、ほんとすごいんですよ、あれじゃ一言なんすか、経験させていただいたんですよ、やらせていただいて、私この間のライブもあの来てくれたんです、いやなんならギャン泣きです、もう私ステージ上で噂聞きましたよ、ボロ泣きしました私、そのお客さんの熱気とか、そうとか自分の中にも入ってきたんですよ、そうそうそう、で自分のことを見たんですよ、なんかそしたらもうなんかバーってなって、だって普段ライブ活動とかされてますよね、してます、うん、あの、はい、結構刻んでやってますよね、ちゃんとね刻んでやってます、はい、なんですけどなんかバーってなっちゃって、うん、なんかそういう放出されるすごいですよマジで経験してみてください、おしらさん、だから私も未経験なんですけど、なんかもう伝わってきてるんで皆さんも来てください、ね、はい、お願いします、普通のライブとは違うんですか、全然違います、全然違うじゃないこれは、はい、あの揃えて聞いてほしいんですけど、うん、お願いします、まあ、いいですか、私もまずチケットを買う方は、はい、まずこのねあの全てをこう投げ込むぐらいの踊んないといけないんです、このライブは踊んないといけないし、自分を全部放出型ライブなんです、これなんで要は分かりやすく言うと、ただ見るだけのライブじゃないですよってことを言いたいです、はい、うん、そう参加型イベントです、だから皆さんそう手ぶらで来てください、できる限り荷物ないように、ね、うんうん、でもう置いてもう踊るし、言っていいですか、持ち物、うん、人生です、はい、人生を持ってきてください、わかるし、え、わかるよ、めっちゃ強いです、はい、ちょっと、ほらさっき言ったもじもじタイプだから、これあ、そっか、そうこれほら、まだあみたいなね、は外せてないから、そっかそっか、外せないよ、まだだって、わかんないもん、だってそう、でしょ、だから、これはもうあの自分が本当に参加するっていう気持ちで、はい、だ要は私たちがステージに立つんだって気持ちで来てくれる人が一番このライブを楽しめると思います、だから見る方じゃないっていうね、あ、でもおしらさん、あのオリンピックとか、はい、甲子園とかなんかこうそういうワンシーンだったりとか、うん、まああのまあ、野球チームのその何かのリーグがある時とかやっぱ熱くなりません、確かに、ああいうのって、でそういうのに熱狂したりとか、でも言っちゃえばなんああいうか、ああいうのって見るだけじゃなくて、いや自分もやれたらよくないですか？絶対そう。なんかそのオリンピックみたいな、うんうん、ああいう暑さとか、うん、人のやつ見てるだけじゃなくて、自分もそこにジョインする、うん、一員だったらもっと、なんていうか、情熱が人生で感じられるなんて思ったことありますか？あります。ありますけど、なかなかそれを取っ払うのが難しい民族でもあるじゃないですか、日本人。特にそう、海外とかだとまた話違うかもしれないですけど。なんか、それが、あの、しかも、やれないじゃないですか、今更オリンピック目指したりとか、はい、なんか甲子園だったりとか、その、タッチがもう全然違う場所にあって、自分じゃないものを見るしかないのが、うん、オリンピックができるってことなんですよ。要は、わかりやすく言うと。
だから、うん、持ち物人生だけで、そうなんですよ、そうす、うん、身軽なような身重なような、そうなんですよ、そうです、そうなんだ、うん、でもこれがなんかみんなが参加してみんなでこのステージを完成させましょうなんですよ、うん、だから出てる人が完成させるんじゃなくて、観客の人たちをみんな一緒になってこのステージを完成させてみんなでこのショーを楽しみましょうっていう、そういう回です。だから誰かに熱狂を起こしに来る回じゃないんですよ、そうす、人生に熱狂をしに来るんですよ、みんなが自分の、まあね、これ以上言ってもね、わかんないから。でも私、おしらさんが一番ハマってくれる気がするのね。え、なんかわかる、でもそれですよね、なんか感じますよね。でもなんか、うん、僕が参加して、ボロボロ泣きそうだもん。僕が参加してきて、参加してやっぱり一番のあれはやっぱみんながこう本当に楽しそうに、なんですかね、いろんな楽しみ方があるんですよ、本当に。多分人それぞれ多分違う楽しみ方をしてて、ただ本当にみんなでその場所を本気で楽しめる人がいっぱい来てほしいなっていういう感じです。なんでぜひね、なんかもうなんていうの、全てを投げ打っても楽しいみたいな、うん、だってこんなクリスマスのこの日ですよ。確かにそんな車に構えていってもしょうがないですね、クリスマスにね、うん、そうです、もうクリスマスも ね全部外してきましょうって。え、ちょっとこれだってさ、シアー、ですね、そのイベントにはですね、シアーの先生、シアーミュージックチームもめちゃめちゃ出るんですよ。30何人 ?35 名ぐらい。35名ぐらい出るんですよ。うん、先生も。出てる人たちですよね。そうなんですよ。シアーミュージックのチャンネル常連組の方々が、全国から集結して、うん。そうです、まさに。総出でね。総出で出るんですけど、だから、でもさ、でもさとかすいません、すごい歌上手な人たちなんですよ。うん、でもさ、そういうことじゃないんだね、うん、歌上手な人たちの歌を聴いてイエーイとかじゃなくて、うん、そう、うん、ハートです、うん、なんかみんなでもうなんか本当命って感じだよね。命とか人生とか自分の大事な人のことについて考えるとかって、なんかちょっと映画とかドラマ見るときのタイミングしかなくないです、はい、普通に忙殺して日常生きてたら、うん、自分のこの大事なものを見つける時間って多分ないと思うんですけど、なんか映画を やったりとかする感じなんですよ。だからみんながそれぞれで映画一本見終わった感じで帰ってくみたいな、そんな感じじゃなかった、そんな感じでした、そんな感じ、うん、これ参加される方は結構ソロ参戦が多いんですか？なんかソロですみんな。あ、そうなんだ、うん、喋んないから、喋ることがないんで、そう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 、うん、入り込んでこのみんな自分の人生感じるから、忙しいんで喋る暇ない、そう、うん、踊って声出してみたいな、そう、でも本当にみんななんていうのかな、めちゃくちゃ楽しんで帰るから、なんか明日が楽しみですって言って帰ってました、この間、うん、明日が楽しみっていうのはそのなんか要は生きる、はい、そう1キルモチベーションがガーン上がってから帰るから、うん、明日から楽しみだっつって帰ってくる、すげえ、そうです、結構日本で ああいう熱狂を起こしてる場所だあんまり ないですよね。いや、ないと思います。多分普通のライブでは難しいんですよ、音楽ライブでは。だんじり祭りぐらいだろう、そうそう、なるほど、そんなノリです。そう、だんじりの全員やってる人たちが全員いるみたいな、全員3000人全員、そう、そう、3000人のだんじりです。ちょっと掴めてきました。うん、掴めてきましたかね、うん、だからなんかよく分かんなくても、うん、見に来るだけでも勝っちゃうと思うんですよ、それを、うん、どんな光景なのみたいな、そのすごいだんじりが集まった時ってどういう感じになるのみたいな、うん、 そうですね、そういう好奇心でもすごい楽しめると思います。でもおしらさんも参加して1年ぶりですよね、ステージちゃんと立つ。いや、そうですね、1年もうちょっと経ってないかな、最近、うん、大きなとこ、特にそうなのでね、お客さんで参加するのもちょっと楽しみなんですけど、うん、私だってそのさっきおっしゃってましたけど、ステージだって真ん中なんですもんね、うん、囲まれちゃう、囲まれるんですよね。そうですね、俺めっちゃやばいのがさ、俺さ、ソロで歌おうとしてるじゃん、うん、先生何十人来てるから前さ、一人歌うんでしょ、やばないこれ、やばい。でもそういう問題じゃないんですよ、だからハートをぶつけに行く場なんですよね、うん、あ、そうです。だから多分先生たちの方がマインド難しいと思いますよ、うん、こうやっぱ上手に歌わなきゃとか、で間違えないようにコーラスしなきゃとかかもしれないですね。で、未経験のこのネモライトを未経験の先生たちはむしろその、まあ、そのマインドが難しい、私のが近いマインドだと思うんだ。なんですよ、だからこれを歌うっていうのをどういう風に伝えたらいいんだろうってすごい思っていて、未経験の先生たちに、そう、未経験の先生たちに
だから私たちは経験してるから実際にやってるところも見せていただいたし参加させていただいたから、うん、この意味が分かるんですけど、うん、意味が分かんなかったら多分ただのライブをしようとしちゃうんですよ、うん、でもライブをするんじゃないんですよ多分このなんかそのさっきおっしゃってた映画を自分でやるっていうお客さん一人一人のやつのその土台映画のバックミュージックを私たちが奏でてるんですけど私たちもちゃんと映画の中に組み込まれないといけないんですよなんていうのかなそのエネルギーをちゃんと出さないと多分組み込まないっていうか分離しちゃうからそれをどう伝えたらいいのか分かんないな確かにでも正直ライブ始まってしまってあれ見てたらそうなんとなく分かると思うか受け取っていくとは思うだからあれを一回見た方がいいと思うあの始まった最初30分後ぐらい、うん、なんかでもここだからやれるなんかこパフォーマンスやってもらいたいな、うん、なんか例えば、はい、普通だと許されないことってあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱりある程度のきちんとした感じで歌うとか、はいはい、そういうものでもここっていかに自分のハートをむき出して、はいはい、さらけ出してこの存在するかがこの、はい、要だから、うん、だからもう靴脱いじゃってもう、うん、うわーってこのなんかこう野生的な感じの歌唱してもらったりとかなんかそういうのが逆にすごいこの評価を得ちゃう場所だからなんかいつもの自分じゃない歌を歌ってほしいなと思う、ね、なるほど、うん、確かにだから見たことない自分 を見つけに来てほしいと思うまあね来てのお楽しみですこれははい、はい、はてながはてながもうでも楽しみですこれがこの終わった後どうなるのか明日が楽しみですだってなんかこのさすごいなんかそっち側の感じこの間まで一緒に焼肉食べたの仲良くいつの間にそっち側に行ったのいや多分終わった後の YouTube 撮ったの見てみたい見てみたいよね確かにこれからのそれが見たいですあの今後のレッスンの時吉田さんがどうする、はい、もっと褒めてとか言って入ってないとかって言ってレッスンが変わりだしたって言ってそう歌は違うの上手に歌うんじゃない心だとかってやってたらもうああもう完全に来たな歌で一番大切なのは音程ですって言いましたから音程より大切なことありませんなんですけどそれが変わるかもしれません、はい、そんなイベントに来るにはどうしたらいいですか今後、はい、情報が、徐々にいろいろと解禁されていくので、はいはいはい、私のねまず一番最初にインスタでさつさんのインスタ、はいはい、情報が解禁されていくのでぜひチェックしてもらえればな、はい、承知いたしました、まあ、シェアミュージックの SNS アカウントでもリポストとかね、うん、いろいろしますし、はい、概要欄にチェックしていただける概要欄チェックしていただければたどり着けると思いますつけます、はい、よろしくお願いいたしますお願いします初めての人でも大丈夫なんだってちょっと全然大丈夫です全然大丈夫私が初めてのそう出る側が結構初めて多い、うん、でも正直俺もやっぱりこうなんですかねなんか未知の体験というか俺なんならだってでかいイベントで言ったら2回目うんこれ2回目なんでこれが一番多分ステージ経験ねそうでも思ったんですけど初めてでも大丈夫ですかってもう本当に些細な何で言うんですかもうくだらないですよねそういうことですよねだってそうです何を気にしてライブを見に来ようとしてるのかってことですよね、うん、初めてでも大丈夫ですか大丈夫じゃないかもしれないもしかしたら圧倒されて気絶してしまうかもしれないし最高かもしれないけどまあ来てもね楽しいは絶対私ね、うん、死ぬわけじゃないですしね、うん、楽しいは絶対私来てくださいぜひ私も行くんだもんだって、うん、そんなあの出演者なんですけどねそして謎に家さん一人で歌いますかすごいメンタルですよねいやメンタルじゃないです勝手に決められてた勝手にセットリストに入ってただけですしかもまだ曲できてないですからねもっとやばいのがえだってもう1ヶ月これ撮影時点で1ヶ月ぴったりぐらいですもんね、うんまあ、だから今作ってますあら俺結構ね歌詞覚えれないタイプなんですよそうだよね知ってる知ってる、うん、なんかあれなんですよねそうなんかちょっとすごいやっぱ仕事とかのいろんなものが入ってくるからなんかもうごちゃごちゃになっちゃうんです頭の中がこの間あの友達が75分間の一人芝居っていうのをセリフ全部覚えて2週間でやってたんですよそれ見に行ったんで
そう、それ見に行った時に1曲ぐらい早く覚えられてる。そう、ウルトラソウルのタイミングだけ間違ってるので、俺最後のあるじゃないウルトラソウル、ウルトラ、はいはいはい、あそこいつも1個前でやるから滑るんですよ気になるの、あそこ間違えるんですよ、ね、あそこ間違えちゃダメじゃない、なんかもうまたなみたいなリズム食ってるんでしたっけ、また間違った、また間違ったみたいなあそこはやめてですよね、あそこはやめてほしいでしょ歌詞を間違えるとかじゃなくて、そうそこそうよろしくお願いします、お願いします次はよろしくお願いします、ウルトラソウル。さあ、そしてさらに特別なお知らせでございます。はい、シアーミュージックチャンネル視聴者の方限定で各日24、25ですね、50名、計100名の方にすごイベントイベントの参加チケットプレゼントします。すごい、ただですよね、で応募方法はチケットプレゼントに関する投稿 X ですね、でをリポストしてください。で投稿に記載の応募フォームから必要事項を記入してお申し込みください。期限は本日、この動画公開本日から1週間とさせていただきます。当選者の方には公式 X、 チアミュージック公式 X ですねから DM で直接ご連絡させていただきますので、 DM の開放をお願いします。これは開放できてないと当選のあれメッセージ送れないので気をつけてください。すごい、太っ腹、おー太っ腹、シアミュージック太っ腹なんだよ、100名そうなんですよ、心して人生を持って足をお運びください、はい、さあ、最初から最後まで楽しめる内容となっておりますので、ぜひイベントにお越しください。それでは、会場でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。